本当にまともな人間がね、出てくるんだったらいいけど、誰もまともなのがいない。本当にドイツもこいつもじゃんというですね。そんな中で日本第一党というかね、桜井誠としては、これまで都知事選に2回出てるんですけどもね、3回目の今回も外国人生活保護の即時廃止を一番のね、公約に持ってくると。まあこれは変わりがないですよね。まあ幸いにしてね、今外国人問題がいろんなところで取り沙汰されるようになったんですよ。政府のバカがね、 移民政策は取らないなんていうね、こんなふざけたことを言い出してるもんだから、より一層自民党の態度と、これにもう国民が反発してる状態なんですよね。だからその移民政策というかね、外国人問題っていうのを全面に取り上げて、と言ってももう全面に取り上げるような政治家もいないんですけれどもね、いたところで語ることができないでしょう、ね。語ったところでね、すぐにそれが差別だと言って騒がれてね、 ほんで、あの、パヨクとの喧嘩になるんだけれども、パイクとの喧嘩やるだけの度胸がある価値話なんですよ。先が見えてるね、やり方なんですよね。今のその外国人政策っていうのはね。で、それを変えていかなきゃいけないし、もう日本経済を立て直すのにそもそも外国人不要なんですよ。外国人っていうものを日本経済の立て直しに使うっていうのは、これが自民党が考えてるね、経済のね、計画なんでしょうけどもね。 なもん、外国人なんかを最初に、念頭に持ってくるもんだから、日本人がね、置き去りにされていくっていうのは当たり前じゃないですか。で、今のね、流れを見てると、確かに自民党とかね、まあ共産党も全部同じですけどもね、既存政党のこの売国政策がね、どん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 エスカレートしてる状態ですよね。国民には重税、外国人には減税といった感じですよね。で、それに対して断固として抗議の声を上げ続けてきたのが、桜井誠なんです。 今になっておかしいじゃないかっていう人間はいるかもしれないけれども、あんたじゃあ10年前何やってたよとって言った途端にみんな引っ込むんですよ。長いことやりゃあですね、偉いってもんではないんですけれどもね。そういうものではないけれども、でもね、やっぱりその長いこと主張を変えずにね、やってきたっていうのは信頼でもあるわけですよね。この人は絶対にね、自分の信念を変えないと。それ20年ずっと守り通してきたわけですからね。